じゃあ改めまして皆さんこんばんは。社会福祉学部4年の川原好花です。あ、このちゃんと呼んでください。じゃあ今日はハート福祉講座にお越しいただきありがとうございます。ハート福祉講座を始めるにあたりまして、まずはじめに社会福祉学部長の内田先生より挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。社会福祉学部長の内田光則と申します。今日はもう2回目なんですが、ちょっと前回ですね、書評がありまして、ご挨拶できませんでしたので2回目ですが、一言ご挨拶させていただきます。このハート福祉講座、非常に歴史のある講座なんですが、昨年度からですね、広大接続事業というふうに大学でも、認定するというかですね、位置づけて、いただきまして、で今年は今スタッフの学生たちが来ているようにですね、予算がつきましたんで、ジャンパーをですね、ジャンパーって言っていいのか、ね、ソーシャルウェルフェアって書いてますね。ね、みんなお揃いのこういうユニフォームも、作らせていただきまして、教員も学生もですね、また気持ちを新たにですね、この講座をですね、しっかりとやっていこうと思います。広大接続事業、まあ、言葉でね、聞けば皆さんよくわかると思いますが、高校生である皆さんにですね、大学を訪れていただいたり、またね、コロナ禍の中でね、非常に皆、非常に世の中ね、ちょっと重苦しい感じではありますが、悪いことばかりじゃなくてですね、こういった遠隔リモートでですね、いろんなことが、できる、まあもともとできてたんでしょうけどね、それを活用してなかった、それをですね、こう気づかせていただけたというかね、いただけたというとおかしいですね。コロナのある悪いことばかりではない、そういったこともねありますんで、非常にたくさんのですね、高校生の方に参加していただけています。大学はどんなものか、まあ、実際にね来て見ていただくっていうのがそれは一番いいんでしょうけど、遠方の方はですね、また機会があれば来ていただくということで、実際にですね、大学生がどういう感じなのか、よく大学生を見てですねそして、まあ、実際にですね、いろんな授業の中で演習という形態の授業があります。でそこはですね、少人数でですね、しっかりとですね、自分の考えであるとか、思いをですね、学生同士で伝え合ってですね、ディスカッションしていくというですね、そういう授業があります。ある意味そういった授業もですね、高校生である皆さんが、実際に体験していただける、そういう講座になっています。ぜひですね、しっかり楽しんでいただいて、県立大学社会福祉学部へ入りたいというですね、思いを強く持ってですね、ぜひ受験していただきたいと、ちょっと受験のですね、募集にもなってますが、ね、しっかりと、ね、今日そして来月もう1回ありますかね、7月までですかね、しっかりと楽しんで、ね、大学生がどういうことをしているのか、大学ではどういうことをしているのか、ね、体験して、そして、まあ、まずはしっかり楽しんでください。それがあまり長くなるとですね、皆さんの楽しみの時間が減っていきますんで、私はこれで失礼いたします。はい、しばらく皆さんのね、どんな様子かちょっと見てまいりたいと思いますので、しっかり楽しんでください。それでは、内田先生ありがとうございました。ありがとうございました。まず
ず始めるにあたりまして、後ろでカメラ撮影などしておりますので、もしカメラとかに映りたくないなって人がいたら、このさっき内田先生の紹介がありましたが、このね、新しいこのウィンドブレーカーを羽織っている大学生の皆さんがそこかしこにいると思うので、自分映りたくないですって方がいたら、これ着てる人に教えてください。よろしくお願いします。それでは、この講座をまた始めるようになりまして、ちょっとこの今日の第2回目のハート福祉講座を、引っ張っていく4年生の自己紹介をしていきたいと思います。4年生ちょっと集合してください。じゃあまず1人ずつちょっと自己紹介をしていきたいと思います。山口県立大学社会福祉学部4年の川原小中です。前回来てくださった方も今回来てくださった方も、ありがとうございます。小野ちゃんって呼んでください。出身は鳥取県で、前回もいたと思いますが野球が好きです。よろしくお願いします。はい、社会福祉学部4年の住谷茜です。出身は和歌山県です。好きなものは、すみちゃんって呼んでください。好きなものはディズニーです。よろしくお願いします。社会福祉学部4年の内田優香です。うっちーって呼んでください。出身県は長崎県です。好きな食べ物はゴールデンキウイです。よろしくお願いします。はい、同じく社会福祉学部4年の小西美優と言います。あだ名はポニピって呼ばれてます。出身県は福岡県になります。好きなものは野球で、さっきほのちゃんも言ってたんですけど、私は福岡ソフトバンクホークスっていう野球チームが好きなんですけど、ほのちゃんは巨人ファンなのでちょっとバチバチです。以上です。お願いします。じゃあ今日このメンバーと一緒にハート福祉講座をしていきたいと思います。じゃあちょっと最初に挨拶を、姿勢をその場で正してください。これからハート福祉講座を始めます。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速うっちーお願いします。はい、今日は障害のある子どもを支える人々、すべての子どもたちの幸せを願ってというテーマでお話ししていきたいと思います。前回は福祉って何ということをテーマに学んでいきました。今回はその広い福祉の中で障害のある子どもを支える人々について学んでいきましょう。まずはじめに皆さんに少し質問をします。障害のある子どもたちを支える人ってどんな職業、どんな人がいると思いますか？思いつく限りでいいのでプリントに書いてみてください。じゃあちょっとここでペンを置いてもらって書いていただいてありがとうございます。何人かちょっとどういう人がいるかっていうのを今書いたことを発表してもらいたいんですけど、あ、自分発表できるよって人、なかなか難しいですよね。なのでちょっと当てさせてもらいます。ごめんなさい。じゃあ、あ、このはい、お願いします。ありがとうございます。そう、その通りです。どうぞ。障害のある子どもた障害のある子どもたちの中には病院に通っている、子どもたちもいるので、看護師さんも障害のある子どもを支えている存在です。じゃあもう一人ぐらいちょっと当てたいんですけど、じゃあ次、よいしょ、あ、この奥のピンクの筆箱のはい、お願いします。特別支援学校の先生、ありがとうございます。障害のある子どもたちの中には特別支援学校に通っている子も多くいます。なので学校の先生も、障害のある子どもを支えている存在です。お二人ともありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。皆さんが言ってくれたことは全て正解で、家族、あとは地域の人々、病院の先生や看護師、手話通訳士、あと特別支援学校の先生がいます。今日はこの中でも特別支援学校の先生について詳しく学んでいきましょう。ではここから聴覚障害、知的障害、肢体不自由の子どもたちを支えている
特別支援学校の先生のお仕事を紙芝居を通して見ていきましょう。はい、では今から聴覚障害の子どもたちを支える特別支援学校の先生の役割について話していきます。小学部3年のはるちゃん。はるちゃんは元気いっぱいで笑顔が素敵な女の子です。耳が不自由で普段は補聴器をつけています。補聴器を使うことで言葉が聞き取りやすくなります。調子はどうかな。登校したら先生は生徒と一緒に補聴器の点検をします。電池が残っているかを調べたり、電池が切れたら取り替えたりします。自分の大切な体の一部のような補聴器です。これははるちゃんの好きな勉強の一つである聞く学習です。トントン、太鼓の鳴った数に合わせて体を動かします。聴覚に障害のある子どもたちですが、残っている一人一人の聞く力を少しでも活用できるように、先生は子どもたちと一緒に聞く学習も行っているのです。また先生は子どもたちが楽しく学ぶことができるようにたくさん工夫をしています。子どもたちは障害のある子どもである前に、一人一人いろんな性格、個性、長所を持っています。そのため子どもたちの性格を知るチャンスがたくさんある遊びの学習も行っているのです。これは先生がはるちゃんと手話をお勉強している様子です。手話を楽しく学ぶことを通じて手話について勉強しています。他にも手話だけでなくジェスチャーや筆談などでも子どもたちとお話ししています。一人一人がありのままで過ごしていくことができるように先生は常に考えています。私も手話について学んでるんですけど、手話がきっかけで多くの人と出会いがありました。はるちゃんも学校生活の中で楽しく手話を学びながら多くの人と出会い、これからいろんな経験をしていくだろうなと思います。では次に知的障害の子どもたちを支えている特別支援学校の先生のお仕事を見ていきましょう。はい、ちゅうちゃんお願いします。はい、これから知的障害のある子どもたちが通う特別支援学校の先生についてお話をしていきます。この子の名前はりさちゃんです。りさちゃんは知的障害のある小学部2年生の女の子です。りさちゃんは一日の始まりにまずスケジュールの確認をします。田中先生はりさちゃんに合わせたスケジュールを用意しています。先生たちはそれぞれの子どもが見通しを持ちやすいものを準備します。その日一日の流れが分かることで子どもは安心して学習を進めることができます。りさちゃんが荷物の整理をしています。りさちゃんが一人で荷物の整理をすることができるように、先生はりさちゃんが理解しやすい文字でそれぞれの置く場所を提示しています。りさちゃんは文字で理解することができますが、子どもによっては絵や写真の方が分かりやすい子もいます。それぞれの子どもが分かる方法で先生たちは荷物の整理の仕方を提示しています。国語、算数などの勉強は同じような勉強の課題を持っている子どもたちが集まって少人数のグループで行います。田中先生はりさちゃんと翔くんがその時間の学習内容や順番が分かりやすいように授業内容を工夫して提示しています。子どもたちは本来学びたいという気持ちであふれています。先生は難しすぎず簡単すぎない、それぞれの子どもに合った学習課題を用意します。先生と一緒にお勉強をして一人でもできるようになった課題については、一人で学習をすることがあります。りさちゃんは箱の1段目から課題に取り組み、終わったら机の隣にあるできましたと書かれた箱に入れて順番に進めていきます。先生は子どもが
取り組みやすいように課題を選んだり、順番を考えたり、課題の順番がその子にとって分かりやすいように提示方法を変えたりしています。先生の工夫でリサちゃんは一人でできることがどんどん増えていきます。私も将来障害のある子どもを支援する仕事に就きたいと考えているので、田中先生のように子ども一人一人に合わせた支援を考えて関わっていきたいなと思いました。では次に、肢体不自由のある子どもたちが通う特別支援学校の先生についてお話ししてもらいます。はい、では続いて、肢体不自由の子どもが通う特別支援学校で、特別支援学校の先生の、お仕事を話していきたいと思います。この絵に写っている男の子は、ケント君です。小学部4年生の男の子です。このケント君は車椅子を使って生活しています。ケント君は朝学校に着くと先生におはようございますの挨拶をします。元気な声でおはようと言える子どももいますが、ケント君は体の状況、障害の状況によりうまく言葉にできません。そのため担任の先生はケント君と目を合わせたり手をタッチしたりといった方法で朝の挨拶をしています。挨拶の仕方も子どもによって違うので、一人一人違った関わり方をしています。体を思うように動かすことが難しい子どもたちではありますが、みんな動くことが大好きです。ケント君は保健室の先生や学校の先生に会うのが大好きです。そこで担任の先生は、毎日教室で行う健康観察が終わった後に、この今ケント君が持っている健康観察記録表を保健室まで届けるんですね。その保健室まで届けることを、この歩行器といった機械を使ってケント君にやってもらおうと先生は考えました。その学習、教室から保健室までの距離は50メートルほどの距離なんですけど、ケント君は10分から15分かけて歩きます。この、道の途中でケント君はお友達や他の学校の先生に会って挨拶をすることも楽しみになっています。ケント君にとって自分の力で歩いていくことは、ケント君自身の、歩いていくことは大切で、ケント君の自信にもつながります。そしてこちら、プールといえば夏体育というイメージがあると思いますが、支援学校には温水プールがあります。年間を通してこういったプールを使用した、学習をすることができます。さっきこれはケント君じゃなくて、これはサトル君です。このサトル君は、自分の力で歩くことが難しいです。なので、この担任の先生はこの今浮いてますね、この浮く道具を使って体を浮かせて、で水の底を蹴って前に進むといった学習をプールでやってもらうことにしました。その学習をしてみると、サトル君は歩くととても楽しそうにしています。こういった温水プールを使った学習は特別支援学校の子どもたちは大好きです。心も体も共にリラックスして、プールの中だと動く範囲も広がるので、いろいろな動きを楽しんでいます。こちら、 ICT 教育や、パソコンなど、機会がいろいろな学校でも行われるようになっています。ケント君は自分で鉛筆を持って文字を書くといった細かい動きは難しいです。ですがこの絵のようなハンドルやスイッチを使ってパソコンでこうやって文字を入力することができるようになりました。そうすることによって、今まで書いてもらっていた連絡帳の記入が自分でできるようになりました。こういった ICT を活用することによってできることが増えていきます。このような機械を準備したり、システムを、作ったりするのは簡単なことではありません。苦手な先生もおられるようです。でも、どの先生も想像力を働かせて、こんなことができるようにならないかな、この子たちの生活や学習がこんな風にならないかな、ということを考えながら、頑張って ICT などを活用しています。今見てきたように、聴覚障害、知的障害、肢体不自由の子どもたちを支える特別支援学校の先生たちは、みんな子どもたちのできたを作っています。先生たちはさまざまな今までやっている道具や授業での工夫をして、学習や生活の中で、子どもたちのできたがたくさん増えていくように頑張っています。ちょっとここに休憩10分ってあるんですけど、時間の都合上10分じゃなくて7時25分までに
休憩を含めてグループでの気づきや感想を共有してもらおうと思うので、3年生の指示に従って違う教室に移動してもらえたらと思います。すいません、3年生お願いします。ビデオオンにできる人とマイクオフにできる、マイクオフはみんなしなきゃいけない、ビデオオンにできる人がおったらしてください。聞こえるかな。こんばんは。こんばんは。ここのグループに残っている人やりたいと思います。カメラオンにできる人とカメラオンでお願いします。とりあえずみんないますかね。あ、みんなオンにしてくれて。春菜ちゃんも暗いけど、ちょっとまあ映せんなかったら大丈夫。聞こえますか。ちょっと誰か喋ってみてもらえますか。まとめられたかなと思って。あ、ごめん、もう一回喋ってもらっていい。もう自分は準備できたよっていう。こんにちは。ちょっと待ってね。まだ書く時間がいる人。めっちゃカラス鳴いてんじゃん。どれくらいかな。じゃあ野永さんはちょっと書いてもらって、他の人からちょっと発表してもらいますね。感想をね、書いてから言ってもらって、絶対に共有してもらっていいですか。はい、誰からでもやればお願いします。あ、じゃあどうしようかな。あ、秋重さんからお願いします。ここで残っている人たちやりたいと思います。置いてたらカメラを見せてください。どうぞお願いします。うまくいかん。ひとさん、ごめん、ひとまねさん、はい、しばらくでもうまくいかんみたいで、はい、はい、はい、みたい。さっきだよね。聞こえますか。なるほど。え、全然来ない。なんか私が聞こえないかって言って。あ、ぼやけてる。ぼやけてる。藤田先生でした。聞こえたって言ってます。はい。ありがとうございます。感想をちょっと共有しようかな。社会福祉学部3年の高橋美です。さっきの動画を見た感想としては、認知症のお子さんとかで給食があってジャガイモが食べれることがあったんですけど、これが小さくなってきたとか、やっぱりなんか、まあ、ジャガイモじゃせんかもしれんけど、ペースト状にしてみたりとか、で他に自閉症のさっきの映像には出てこなかったんだけど、色で食べれんものがあったり、例えば赤いものは食べれんけ、エビ食べれんお子さんとかだったりおったりするけ、色を変えてみたりっていう感じもあって、そういうのをちょっといろいろ経験とちょっとつながったことが映像に出てきたんで、皆さんありがとうございます。ブレイクアウトを終わったかな。今皆さん持ってもらって、すいません、時間のなんかいろいろ延長があったりなんだりで、すいません、ご迷惑をおかけしました。すいません。じゃあちょっと、時間があるので一人だけちょっと今グループで話した感想とかをちょっと発表してもらいたいと思います。みゆちゃん、お願いします。日常生活の中で子どもたちができることを探して、子どもたちのできるが増えるように、先生方がたくさん考えて工夫していることがすごいと思いました。子どもたちが笑顔で活発的に活動していることが印象的でした。
ありがとうございます。今ふえちゃんが言ってくれたように、その子どもたちがその笑顔で活動してくれるのが印象的だったとか、そういうのをチェックしてもらえて嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さん話し合いお疲れ様でした。ここまで特別支援学校の先生について勉強してきましたが、はじめに皆さんにたくさん発表してもらったように、特別支援学校の先生以外にも障害のある子どもたちを支える存在がたくさんいたと思います。このスライドにあるように、障害のある子どもを支える存在はこんなにもたくさんいるんです。こういった職業の人だけでなくて、 下の段にある家族、学校の友達、地域の人々、そして私たちも障害のある子どもを支える存在です。ここでは社会福祉士、盲導犬、放課後等デイサービスの役割について知ってもらいたいと思います。まずは社会福祉士です。社会福祉士は障害のある子どもの日常生活や医療などさまざまな職業の人と協力して子どもの支援を行えるように支援計画を作ります。そしてその支援を行えるような環境を整えます。また障害のある子どもとその家族の相談を受け、一緒に環境を整えていきます。社会福祉士はこのようなことを行って障害のある子どもを支えています。次は盲導犬です。盲導犬を見たことがある人いますか？ちらほらいますね。盲導犬は目の不自由な人が安全に歩けるように助ける犬のことです。盲導犬は一緒に歩きながらぶつかりそうな場所を避けたり、指示をすれば階段やドアの場所を教えてくれたりします。街で盲導犬を見かけても、目の不自由な人を助ける大事なお仕事をしている最中なので、触らずに見守ってあげていてください。では次に、放課後等デイサービスでボランティアをしている4年生の小西さんから、放課後等デイサービスの役割についてお話ししてもらいたいと思います。カルピ、お願いします。ではここからコニピがお話をして少しさせていただきます。今日皆さんは特別支援学校に通う障害のある子どもたちの様子や、そこで働く職員の仕事内容などについて学ぶことができたと思います。もしかしたら特別支援学校の先生すごいなとか、自分には難しい仕事だなとか思った人もいるかもしれません。でも高校生の皆さんや私たち学生も含めて、一般の人々でも障害のある方の暮らしや生活を支える支援者になることができます。実際に私は放課後等デイサービスというところでボランティア活動をさせていただき、このことを体験することができました。放課後等デイサービスっていうのは、障害のある子どもたちが放課後や夏休みなど長期休暇中に通ってきて、保護者の方のお仕事が終わるまで一時的に預かるところです。私はそこで子どもたちと一緒に宿題をしたり遊んだり作業をしたりするボランティア活動に参加させていただきました。今日の授業で学んでもらったように、子どもたちは宿題の内容も好きな遊びも一人一人違います。なので放課後等デイサービスでも一人一人に合わせた関わりをしていく必要があります。もちろん学校の先生やそこで働く職員の皆さんのように完璧な関わりをすることはできませんでしたが、子どもたちと関わる中で私自身も支援者の一人なんだということを体験することができました。またボランティア体験の中で
子どもたちがアイロンビーズで作ったかわいいキーホルダーをプレゼントしてくれたり、お手紙をくれたりするという出来事もありました。ボランティアといえど支援者として関わっているはずの私の方が子どもたちから何かをしてもらうというこの経験を通して、障害の有無にかかわらず共に支え合って楽しく豊かな人生を歩んでいけるということにも気づくことができました。特別支援学校の先生になってもならなくても、放課後等デイサービスで働いても働かなくても、障害の分野で働いても働かなくても、皆さんは支援者の一人であり共生社会の一員だと思います。皆さんもぜひボランティア体験等を通して障害のある方と関わってみてください。今日学んだことの理解がより深まると思いますし、自分を成長させる新たな発見もあるかなと思います。以上で終わります。コニピありがとうございました。いやなんかちょっと私が感動しちゃった、うん、はいそれでは、ここまでですの、長い時間でしたが、今日の講座のまとめをしていきたいと思います。今日は障害のある子どもを支える人々ということをテーマに学んでいきました。紙芝居や映像を通して特別支援学校の先生の、役割を見ていきました。特別支援学校の先生だけではなく、障害のある子どもたちを支える人はたくさんいます。今お兄さんが話してくれたように、皆さんも私たちも、障害のある子どもを支えることができ障害のある子どもを支えることができる人々の一員です。すべての子どもたちが幸せを感じることができる共生社会のあり方について、このハート福祉講座をきっかけに考えてもらえたらと思います。では一旦これをまとめとして、これでちょっと終わらせていただきたいと思います。コメント書いてるのにね一旦ちょっと指定を出してください。それで一旦ハート福祉講座終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞもう入って、あここで藤田先生よりちょっとお話をいただきたいと思います。こんにちは。対面で受けてくださっている高校生の皆さん、改めまして今日は来ていただいてありがとうございます。それから、オンラインで受けている皆さんも、ちょっとすいません、グループセッションがなんかちょっとうまくいかなかったりご迷惑をおかけしたんですけど、あと皆さん大学生 の、 お話できましたか？大丈夫ですか？はい、今日障害のある人々を支える、子どもを支える人々ということで皆さんに学んでいただきましたが、いかがでしたか？勉強とか学ぶことっていうのは、知らなかった世界を知ることであり、それが皆さんの心の中でどういうふうに動いていったか、私はワクワクしながら皆さんの姿を拝見してました。私自身も障害のある子どもと家族を支える、お仕事というか、そのボランティアもやりますし、それから専門職としてのお仕事もしています。ちょうど今日午前中に障害のある子どもを育てるお母さんたちのグループカウンセリングでお話を聞かせていただくお仕事をしてきました。どのお母さんも子どもたちに愛情を注ぎながら、どうやってこの子を育てていったらいいか、それから将来はどうなるのか不安を抱えながら一生懸命子育てされています。きっとですね、皆さんのお父さんお母さんも皆さんのことに愛情を注ぎながら、おじいちゃんおばあちゃんも含めてですね、一生懸命子育てされてると思います。そういったお母さんお父さんの愛情というのは障害があってもなくても変わりません。今日は全ての子どもたちが幸せになるというテーマでもありました。皆さんもまだ子供というか、まだ18歳までなので、まだまだたくさん愛情を注がれて、そして成長されている時だと思うんですけど、障害のある子どもたちもお母さんやお父さんやおじいちゃんおばあちゃん、それから兄弟の人たちに愛されて、そしてできることが増えたりとか、幸せって感じる瞬間とかがいっぱいあります。そして皆さんも私たちも高校生も支える人になれるということも今日分かったと思います。
大学生が一生懸命今日準備してたんですけど、大丈夫でしたか？理解が深まりましたかね。はい、私も皆さんと一緒に今日このことについて一緒に学ぶことができたこと、すごく嬉しく思っています。本当に今日はありがとうございました。あと高校の先生たちもそのオンラインの向こうでですね、高校で受けている方たちを先生たちご支援していただいてありがとうございます。さ初めに学部長が申しましたけれども、私たちもそのできれば社会福祉学部、社会福祉を学んでほしいという気持ちがいっぱいなんですが、それぞれの進路 の方向があると思います。生徒さんたちが自分の思いや、ね、希望とか夢が実現されるよう私たちも応援したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。